このエグゼナにこれをつけれます。すげえ、かなり楽です。これはいいですね。ちょっと欲しくなるな。もう最後の方になったらもう疲れてもこれも握ってこう開くのも今度できなくなってくるくらいまで手がパンパンになるんで、すごく労力っていうか省エネになるんじゃないかなと思います。お疲れ様です。パナソニックエグゼナアンバサダーというかっこいい役割をやらせてもらってもう1年ぐらい経つんですかね。ちょっといつ就任させてもらったか忘れちゃったんですけども、主にインスタグラムで投稿していこうという盛り上げていこうというやつだったんですけど、ちょっと僕インスタをねサボり気味というかあまり投稿できてなくて、第2期目はクビになるかなと思ってたんですけど、ありがたいことに第2期目も継続させてもらえるっていうことで、ことでってことじゃないんですけど、今日は面白い商品来ました。これです。見てもらっていいですか。まあ試供品ってことでね、エグゼナアンバサダーの僕らに使ってみてくれよっていう感じでうちの会社に届いたんですけど、何でしょうかねこれはね。ここがかっこいいですね。ここを金にしてくれたら僕はもっと好きなんですけど、まあまあそんなことは贅沢は言わずに、じゃん。何かわかりますかね。こういうのとこういうの、ケーブルカッターと圧着ですね。でこれの使い方はこれ、こっち、この前アンバサダー企画第1弾として授与していただいた18V のパナソニックのインパクト、これがね本来ならねここを外してこういう炭打ち機能を取り付けたり、こういうねちょっとこうやりにくいとことか上向きにいけるよとか、そういうやつだったんですけど、このエグゼナにこれをつけれます。だこれも言ったらアタッチ8と言いまして、8方向好きな方向に、はい、まあ見たら分かるんですけどケーブルカッターですね。ってことなんでケーブル切ってみます。ちょっとね60スケぐらいを切ってみたかったんですけどないんで、3パチどれぐらいの切れ味なのか、すげえ、かなり楽です。あやんやってみたいでしょうか。めっちゃ気になってたっす。電気屋のあややんやってみてください。これ面白いですね。意外と軽い。これを軽い。実はエグゼナ使ったことないんですよ。ワンタッチですね。めっちゃ簡単にはまる。あ、バックで戻る。おお。あれですね、よくあるあの油圧のんと違ってめっちゃ動き早いですね。はい、あのギアでダイレクトやからか知らないですけど、あスピード勝負というかね。そうですね。で頭軽いからあれですね、これ盤の中で頭切り揃えるときいいですね。ヘッド軽いからね。これはいいわ、面白い。感動しました。これはいいですね。ちょっと欲しくなるな。次これやってみたいと思います。これね、あの圧着よくあるやつですね。これこのコマで14と3パチと22といけます。で最大60スケまで、ちょっと今電線60スケがうちないんで22スケをやってみたいと思います。22スケをここに合わせてこうやってやると、でこれをはい、ことでまずいつも通り甘噛みさせてこうかな。これでちょっと電線短かった。ラインが出てきたら終わりですよっていうマークです、ね、この赤いライン。これを外すときはこうかな。これでどう14、60ってなってんの。14から60じゃんさ。あ、合ってんのか。でもこれ60は違う端子やもんね。あのヘッドが共通なんだ。あ、そういうことね、うん、はい、こんな感じで押せました。やってみますか。いいか、入れるんだ。ね、なるほど、ここでね、はい、あ、そうか、だからあれか、8ポイントか、そういうことか。普段この向きか。はい、次アヤヤンバージョン使ってみた。じゃあ押させてもらいます。最初こっちにはめとかなあかんバージョンで、でこうか、持ってない、よいしょ、入れてこうね。おお、綺麗に押せてる。
すごい押しやすいですね、これ。今までね、三発やったら手動もあるけど、6分とかなってくると、ね、わざわざあっちゃき、押さえかなあかんから、ね、荷物が立つよ。これだったらいつも持ってるインパクトのこのコマだけね、うん、まあ、これ、丁寧に箱に入れてくれてるけど、別にあそこに入るんちゃうかな、入るだけ。どこ入るかな。その、これとか取ってくれたら、あ、ここも入るんかな。エグゼナ自体が頭小さいから入りますね、うん、このエグゼナのインパクトの箱に何やったらこれも頑張っていけんのかな。ちょっと2つは厳しい。いや入るわ。入った。こうやっといたらクリッパー圧着で、これを締めて上蓋もあるから上蓋にこいつら入れたら、まあ、これで1個でかなり持っていけるということです、うん。でハンドやったら今までどうやったかっていうのをやってみましょうか。はい、今までだったら3パチまででしたらこの大きさの今手動の圧着ペンチがあるんでこれでいってたんですけど、これで押すとどれくらいな労力がいるのかっていうのをやってみたいと思います。まず開いて端子を仮固定しておいてケーブル挿して、で、まあ、この時点でもう気づいた方いると思うんですけど、圧着ペンチ片側をこう地面に預けて、でも体重を乗せるように押していかないとこれをかしめるのがなかなか大変な作業で、一発だけだったらねちょっと気合い入れたらいけるんですけど、必ずこのあの CVT というかあの幹線は3本対になってるのもありますし、まあ、その3本圧着してその日1日って終わりっていうのもなかなかないんで、もうこれを12本、4系統12本とか結構触る1日通してかしめることがあるんで、もう最後の方になったらもう疲れてもこれも握ってこう開くのも今度できなくなってくるくらいまで手がパンパンになるんで、それを考えると60までいける今回のやつはすごく労力っていうか省エネになるんじゃないかなと思います。ってことでエグゼナの、ね、新シリーズの圧着機とクリッパーのご紹介でした。金額や詳細などは画像などで貼っておきますので、ちょっと興味が湧いた方は見てみてください。今までねこうインパクトでね、切れるっていうのがありましたかね。いや見たことないですね、うん、なかなかあるのかもしれないんですけど、ちょっと僕は見たことなかったんで、新しい形としてすごいいいかなと思います、まあ、圧着も今まで圧着機を本体ごと買ってたんですけど、インパクトに取り付けれるソケットアタッチメントだけでいけるんでね、価格も安いのかな。ちょっと価格は見比べてみないと分かんないですけども、エグゼナを持ってる人だったら買ってみたら大活躍すると思うのでご検討ください。ってことで今年もパナソニックエグゼナ盛り上げていきます。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。元気やご